ク一回ブリーチした状態で、まあ、ちょっと前回のカラーに、まあ、ピンクが、まあ、結構残ってる状態で、まあ、香港の結構革材だと割と残留色素が多い革材が多いので、まあ、ここで、まあ、あと毛先も、もう全然根元と比べて多分革材の残留色素で上がってないので、まあ、ここで、まあ、結構まあ、困難な課題だけど、もう一回ブリーチをして、まあ、ここのピンクをちょっと多めにブリーチを塗ることによって、まあ、根元に血がついていきます。今ここにピンクのところ、まあ、ちょっと多めに塗る感じで、でこの毛先も、まあ、元々のビフォーの状態が1回しかブリーチしてないので、まあ、もう一回ちょっとやっぱ上げさせたいから、まあ、ここを多めに塗って、まあ、これぐらい、まあ、こういう時はなるべくコーミングしない感じの方が髪の毛にダメージをさせないから、まあ、で次のパネルに感じでやっていきます。